はい、皆さんこんばんは。9月の10日木曜日ですね。夜の今8時25分回りました。今日はすごい、なんか、色とりどりというか、すごいなんか充実してますね。目玉焼きウインナー、トマト、サニーレタス、それからこれ、冷凍で買った、もつの煮込み、でそれから梨と、しらすおろし、それから、オクラとカニカマですね。はい。で、白米一応用意してもらいました。この前の動画で今日、ファーマーフーズっていうところがものすごい今日暴落して、マイナス 5% ぐらいいったんで、もう終わりの株価を見る勇気がなくて、4時過ぎぐらいまで放置してたんですけども、プルプルしながら掲示板を開いたら、なんと、ちょっとわずかなんですけど、プラスで引けてたんですよ。びっくり。そのね、2時40分から3時までの追い上げ方が、またそのナイアガラの逆パターンっていうんですか、もう滝ですよ。そのまま垂直に上昇してる感じで、いや、やればできるじゃんって思ったのと、あんだけ、午前中からガーンって下がって、帰りの20分でバーンって上がって、なんか恐ろしい値動きの仕方をする銘柄だなって思いました。まあでも、そうすると上がるときはまたそれはそれで、バーンってこう、かなりね、なんていうのかな、ストップ高まではいかないけど、上がりやすいのかなーって思ってちょっと期待したりなんかして、まあ今日マイナスだったときには最悪でしたけどね、もうプラス2000円でもいいから、抜けときゃよかったって思ったのがもう何回あったか。そして寝して、まあ、午後ももうずっとね、ああ、もう 5% マイナスか。はい、ほんとセンスないなって思って。まあ、センスないのは確かにもう、事実として認めなきゃいけないんですけども、まさか引けにプラス持ってくるとはね、思わなかったんでね、驚きましたね。こういうこともあるんだなって。ちなみに、東証2部なんですよね。でも、あれなんですかね、上値が軽いっていうのはこういうことなのかな。はい。ということで、まあ、気分がね、ちょっとだけ良くなったんで、晩ご飯ね、食べれます。で、さっきまでね、ブログの更新したりとか、あと、ちょっと調べ物したりとか、アンケート答えたりとか、不満投稿アプリに、普段メモしてる不満を、書いてね、投稿してみたりとか、そんな感じのことをやってましたね。で、あとは、今日はね、ちょっと、知り合いと電話する予定が入ってて、まあ、どうなるかわかんないんですけど、時間が合えば話す感じ。あとは、まあ、アメリカの株はね、見ててもしょうがないんですけど、ちょっと欲しい銘柄が出てきたんで、今持ってる、まあ、株のどれか一部でも売却して、その買いたいものの方に回そうかなとも考えてるんですけど、やっぱ利が乗ってるものに関しては売りたくなくなっちゃいますよね。かといってマイナスのものを損切りするのもちょっとなって感じで、まあ、一株あたりにちょっと多めに投資してる分についてを、まあ、引くかなとか思ってるんですけど、もしでもせいぜいに一銘柄20万くらいとかなんで、どうしようかなって考えてます。とりあえず私が使ってる楽天証券では、アメリカの株売却しても、その日のうちには買い付け余力に反映されず、1日経たないと、そのお金で別の銘柄買えないんですよ。なので、そういうことも考えて計画的にやんないといけないんで、まあ決めるなら早めに売って欲しいところに、そのお金を突っ込もうと思ってます。以上です。